どうも、ジョーです。妖怪ウォッチ2、新ウチ、攻略実況やっていきたいと思います。今回なんですが、いつものちょっと違うことをしてみようということで、新しいパーティーを、今から考えてみようと思います。新パーティーですね。ランダムバトルで使う新パーティーを、ほとんどあんまり使われてないような妖怪を使って、パーティーを作っていこうかなと思っています。で、まあ、僕結構ライブラリーというか、その大辞典、埋まってるんで、いろんな妖怪知ってるんですけど、あ、こいつおもろそうだなっていう妖怪が何体かいたんで、まあ、その中の何体かをピックアップして、テーマを決めてね、パーティーを作っていこうかなと思ってます。で、まず今回のテーマなんですが、やってみたかったのはね、相手をサボらせまくるパーティー。サボらせるパーティーですね。サボらせパーティーですね。まあ、これどういうことかって言ったら、まあ、大野神とかがいたらね、絶対サボらなくなるっていうのがあると思うんですけど、多分ね、今ランダムバトルであいつ入れてるやついないと思うんですよ。今の現状の環境で言ったら、赤鬼、武士ニャン。もうこの辺の2強なんですよね。ほとんど。だからこの2体とか、あとまあ、犬神とか、あと、三つ股野寿司とか、人まか仙人とか、あの辺がもう暴れ回ってる。中、まあ、多分ですよ。まあ、スパルタコンをつけてる人はいないと思うんですよ。その中で。スパルタコンつけたらもったいないんで、一つ装備枠がもったいないんで、つけてる人いないと踏んで、こっちはサボらせるパーティーを組んでみようと思ってます。で、このサボらせるパーティーに必要な妖怪なんですよ。何かっていうと、まずね、一人目。こいつ。やめ大使、ランク C で、このスキル、目標のリズム、敵全員がサボりやすくなる。これなんですよね。この敵全員がサボりやすくなるっていう、こいつを、メインで中心にやっていくパーティーです。で、こいつしかもね、やめハメハが結構強いんですよね。敵全体に100ダメージプラスアルファで敵のことを邪魔する効果がある。で、取り付き。これ強いです。で、しかも取り付くも力が大ダウンというね。なかなか強い。で、回復持ってます。こいつ。結構これ強いんですよ。で、不思議系のランク C なんで、まあまあ、使い勝手がいい。で、あともう一匹こいつですね。猛戦おしょう。まあ、これも木魚のリズム。敵全体がサボりやすくなる。これ持ってます。で、これもスーパーやめはめは。まあ、敵全体に守り大ダウン。で、やる気なくすっていう。まあ、似たような能力持ってますね。猛戦おしょうやめたいし。まあ、これどっち使ってもいいんですが、まあ、一応、レア度の高い、まあ、猛戦おしょうも持ってるんで、多分こっち使うかなと思うんですけど、まあ、今のところ決まってないです。まあ、それも、この動画で考えていこうと思ってます。で、基本的にはこの2体が敵全体をサボりやすくするっていう効果があるんですが、プラスアルファで、もう1人いるんですよね。俺が目をつけてる妖怪が。それがね、このカイマの、こいつ、何回。こいつも奥のリズム持ってるんですよ。なんかね、わからんけど。だから今回は何回を使ってみたいと思います。何回を一番のメインとします。S ランクのとこ1個目の枠何回。こいつが入りますね。よし、何回ちょっと書いていきます、ノートに。ノート書きながら作っていこうと思います。まあ、何回。あんま使ってる人いないですよ、何回は。カイマ使ってほしいという声もあったんで、まあこれ使おうと思います。まあこいつ装備品なしなんで、装備品はつけれません。まあこれは1匹使います。絶対使います。まあ結構強いです、こいつ。敵全体攻撃。180で嵐の術持ってて。まあまあ強い。ので、何回を入れます。そして次、S ランクこれ1個埋まったんで、ここで。何回 S ランクなんだね、こいつ。これ1個埋まってしまったんで、もう1匹。あと1人なんですが、これ誰入れようかなっていうとこなんですよね。で、A ランクも2体余ってる。で、残り2体が、まあやめ大使と猛戦和尚で決まりかな。どうしようかな。ブロッカーもまあいるんでね、絶対パーティーには。まあ、必要なのは、やっぱパーティーに必要なのは、アタッカー、そしてブロッカー、妨害役。この3つだと思うんですよ。で、その中で考えていこうと思ってます。まあ、ブロッカーとしてね、最近やっぱ役立つブロッカーがいるとすれば、多分、まあ、ガマンモスかなと思うんですよね。一番いいのは。赤鬼の一撃で、多分白壁とか抜かれてしまうというか、まあ、赤鬼が今猛威振るってるんで、まあ、そこに対抗するのはマスクドニャーンかガマンモス。どっちかだと思うんですよね。で、ここどっちにしようかと。迷ってるんですね。ガマンモスかマスクトニャンどっちで行こうかと思ってるんですが、どっちで行こうかな。ここはまあ、ガマンモス、マスクトニャンどっちで行くかなんですよね、ポイントは。ただね、やめ大使と猛戦和尚が不思議系なんですよ、あいつ。どっちも。不思議系なんで、不思議の陣揃えて揚力アップっていうのはでかいと思うんですね。だから S ランクにアタッカーは、ここはね、不思議を使おうかと思ってるんですね、俺は。不思議系のアタッカーを使おうと思うんですよ。で、不思議系何がいるのか。ちょっとブロッカーの前に不思議系のアタッカー、S ランクのアタッカーまず考えていこうと思うんですが、まあ不思議系で一番パッと思いつくのは犬神ですよね。やっぱり。最強の長犬神さん。他おるかな、犬神以外に。闇キュービ使ってもええな。あ、これ使いたいな、闇キュービー。あ、でも使っとったからええかな。花保人。ああ、取り付く絶対成功っていう。こいつも結構面白いんやけどな、取り付く絶対成功するっていう。ランク D の不思議系か。不思議で固めるのもありかもな。花保人も使ってみるか。オッケー、決まりました。ね、ランク B 以下のモンスター決まりました。不思議系の花保人と、保人と、あいつですね。盲線和尚です。盲線和尚、この2体。まあ、ランク C とランク D です、これ。だから、あとは A ランク2体と S ランク1体を決めれば、OK。だから、花保人だ。これ3体決まりましたね。パーティーが。盲線和尚。和尚と。残り3体ですけど、まあ、ブロッカーは絶対必須なんで、この A ランクの2体のところにブロッカーを織り込もうかと思ってるんですが、となるとやっぱね、我慢モスかなと思うんですよね、個人的には。まあ、我慢モス行きましょう。我慢モス。カテルパーティーがいいんじゃない最低限。我慢モスね、これ。我慢モス1体は絶対いります。我慢モス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 で、やっぱ汗っかきもいるか、これ。うん。汗っかきもいるね、これ。汗っかき我慢モスの20コンボでいこう。汗っかき。まあ、こいつ何がいるかっていうと、エンラエンラのコンボ持たせれるっていうのもありますけど、プラスアルファで、やっぱり、あいつ、なんだっけ。ミトメンフージ。で、これ、どっちもあれだと思うんですよね、確か。豪傑なんで、まあ、ここで繋がれるかなと。多分、汗っかき豪傑やんの、確かあいつ。ちょっと見ますか。多分、汗っかき豪傑だったと思うんですけど。あ、豪傑ですね。まあ、俺、プライドンとかも使いたいけど、難しさやな。あー、きついな。超我慢やな。やっぱ超我慢が強すぎるんやな、これが。土俵際より超我慢が強いから。味方全然 HP 回復する。ここがね、やっぱり、超我慢ですね。で、汗っかきと。花保人抜いて汗っかき入れた方がいいかもな、もしかしたら。安定を考えたら、あーっぽいな。花保人抜こう。花保人抜いて汗っかきしよう、これ。C ランクで。汗っかき。もったいない A ランク入れへんのは。さすがに。花保人面白いけど、また違う時に使います。汗っかき。なんか汗っかき、盲線和尚、我慢モス。で、あとランク S と A なんですが、まあ、アタッカーは不思議でいきたいんで、不思議誰か使うんやけども、発電神か。お！めっちゃおもろいの考えたぞ。こいつの、自分にかかるいい取り付けの効果時間長くなるっていう効果と、プラス、バカズキン。バカズキンの取り付く。コンボや、これ。なるほど。あ、でも弱いか、さすがに。フーマザルおもろいな、これ。フーマザル行ってみるもありやな。先制攻撃一発目から仕掛けるっていう。でも弱いな。あー、天狗か。あとりちゃん。あー、どうしよっかな。これ迷うとこやな。発電神でもレアやから使ってみたいって気持ちも強いんやって、こいつ。しかも結構強いから、敵全体。あ、弱いんか。まあ、強くはないな、正直。威力強いな。氷結地獄強い、威力。氷結強いな。武士には沈めれるからな、氷結。まあ、発電神能力は強くはないんですが、使ってみたいじゃ使ってみたいな。で、しかも爆発金はこれ装備2個つけれるはずやから、確か。だから、汗っかきか、そうか。盲線和尚抜くか、これ。カイマの何回がいるんで、もうサボりやすくなるっていう効果は多分あれ重複しないと踏んで、盲線和尚を抜こう。で、爆発金にここします。爆発金。もう一つね、バカズキン。ちょっとめっちゃ変わるんですけどね。バカズキンにしよう。ズキン。で、バカズキンで、まあ、こいつ装備2個つけれる。プラスアルファで、取り付きがめっちゃ強いから、こいつにエンライナーの子を2個持たせる。お、エンラエンラね。ちょっと変えていきます。エンラエンラ。エンラハゲル2。で、ガマンモスも、1個装備できるんやけど、ガマンモス何装備しようかな。ちょっと待ってよ、ガマンモスは、何がいいやろな。あ、まあ、それは挑発コンか。挑発コンね。これは絶対ですね。狙われやすいように。で、何回装備なしなんで、オッケー。で、汗っかきも、エンラエンラを持たすっていう。エンラ、あ、エンラと、あれ持たそう。汗っかき。なんだっけ。我慢系のやつ持たしとこう、汗っかきに1個。それはそれでおもろいかもしれん。挑発コン持たすより、我慢系の、我慢モスのコンです、確か。我慢モス持たそう。エンラと我慢モス。で、汗っかきとバカズキン。で、我慢モス。残る2体。だから、アタッカーですね。初天神が犬神。ああ、これはやっぱ正直強さ選びますか。犬神ですね。お、音声忘れとった。ちょっと音量被ってましたね。ちょっと申し訳ないです。イヤホンするの忘れてました。もうね、パーティー作るの夢中になってましたね。我慢もするじゃなくて、犬神かやっぱりここは。初天神使いたい気持ちも強いけど、正直。ただまあ、勝とうと思って犬神やわな、これ絶対。犬神強いから、こいつ。やっぱり。しかも攻撃必ず命中ってのはでかい、これ。うん。避けられへんっていうのはでかい。ってことは犬神。犬神さんが入ります。だから。犬神ね。犬神が入る。S ランクのところに犬神。で、犬神が入って、こいつの装備ですけど、犬神の装備は、まあまあ、ここ何やろな。犬神何しようかな。まあでも犬神はね、必殺要員なんで、正直。まあぶっちゃけ必殺技が強ければそれで、決まればそれでいいんですよね。ってことを考えると、なんやろな。逆に先行コンつけとくって、一発絶対先手で打てるっていうのもおもろいかもしれんな。でも弱いか、それは。必殺4やからもう逆に守備。逆にガマモスのコンつけといてあるかな。そうしようか。武士なんで一発落とされへんようにしとこうか。犬神にもガマモスつけます。だから。ちょっとガマモスで耐えていくというね。パーティーね。これが結構、いつが効いてくるはず。犬神ガマモスで、ガマモス挑発コン。で、バカズキンエンラエラに、汗っかきにエンラエラガマモスつける。で、何回装備なし。あと1匹。ランクがランク A が余ってるんですね。あと残り1匹。ランク A 余りか。ランク A 見るか、ちょっと。ちょっと待って。これカイマやろで、これ、豪傑、不思議。不思議あと1個欲しいな。不思議あと1個欲しいですね。A ランクから。A ランクの不思議取りますかなんか。B。敵に取り付かれても平気。なんかおもろい A ランク不思議系おらへんかな。闇鏡。おでも、妖術今こうへんからな。今はね、あれなんですよね。今流行ってるのは、エンラエンラ自体がまずおもろいな。今流行ってるのはやっぱね、赤鬼とかなんですよね。赤鬼対策っていうのは絶対しとかないといけないんですよね。まあ、我慢もしてるんですけど、A ランク少なっ。それか、犬神、バカズキン、並べてからの、ちょっと待って、並び順ちょっと見ます。犬神の横に、バカズキンと、汗っかきが来る。ので、ちょっと待ってくださいね。サークル考えます。ちょっと考えていかないといけないんでね。サークルちょっと待って。これね、大事なんですよ。順番をね、それで何が入るかも、順番大事なんで、ここで、ちょっと待ってくださいね。これ書きます、まずね。紙に書きます。こっからね、始まるんですよ、人生はね。まずトップに何回ね。何回。ちょっと俺の方に書いてるんであれですけど、何回が来て、何回、犬神の横にバカ好きに絶対いるから、ちょっと待ってくださいね。どうしよう。我慢モスと、ここ我慢モスやな。我慢モス。で、我慢モスの横に、バカズキンかなバカズキンで、犬神。で、その横に、汗っかきと。汗っかき。で、この何回と汗っかきの横に、誰が来るのか、ここで。まあ、ガマンモスのパーティー耐えながら汗っかきもまあ一応耐えれる。犬でも耐えれる。若ずきんは死ぬ。ここ誰やろな。何回の横ね。だから、犬狩りとバカズキンとくっつかれへんから、絶対だから別になんでもいいやん。関係ないやん、属性は。あえてカイマとか入れてみたろうかな。あ、でも装備使えへんのきついな。誰かおらんかな。これは弱。絶対いらんわ。どうしよっかな。A ランクね。ランク A で妖怪で、面白いやつね。勇ましできれば使いたくないな、今回は。豪傑か。ロボニャン。ロボニャンはおもろいけど、アタッカーは何回ともう犬神で決まってるんですよ、基本的に。でも犬神なんですよ、基本的にアタッカーとしては。続いて何回か犬神で妖術吸収していくという、サボったところをね。これがこの戦いの基本なんで、ってこと考えたら、もう一匹ガマモス積んどいたらもっとやばいんかな。ここガマモスもう一匹積んでもええかもな。安心安全を考えると、ガマモス積むに越したことないんですよね。あ、野槌か。魔が差す。野槌はまあでもいらん。野槌はね、まあどっちでもいいんですけど、とりあえず、ちょっと画面暗になったかもしれないです。ちょっとだけね。まあわかんないですけど、野槌ね、使いたくないね。ツボガード。やっぱでもカイマ、いらんかな、カイマなんかでも弱いか、さすがに。エンラエンラカイ。なんか、ね、あるかな。ロボコマ、ロボガッパ。呪術つなぎ。やっぱこれガマンモスかな。堅実に行きたいんでガマンモスでいきます。ガマンモスね。で、こいつに持たせるコンですけど、まあ、これは挑発コンかな、普通にもう。ガマンモス2体。はい、パーティー決まりました。ちょっとこれ一回作ります。まあ、作ってるところも家庭で動画で上げていくかもしれないですけど、わかんないですけど、まずね、まあ、パーティーの、ちょっと今、現時点で今いるやつ、多分、何体かあるんでね、ちょっと見ます、それ。ランクで見た方が早いんかな？種族で見た方が早いんか。まず何回ね。何回は多分レベル99まで上げてたんで、レベルで見ましょうか。レベルで見ます。何回。まず犬神はいますね、ここに。あ、自宅ちゃうんか、これ。どこや、これ。自宅やないか。よし、パーティー作ってみましょう、実際。今から。今からね。これは楽しいで、ここからは。これ楽しい作業です、一番。さて。まあ、これちょっとどっけていきます。で、もう一匹。お、ガオス2体おる。やる！いました、2体。結構簡単揃えるかもしれんぞ、もしかして。俺結構ね、座ってるんでね。あとプラスで装備品整えれば OK なんで、このつらがりはまた次回使ってみたいなと思うんですけど、次は、何だっけな。これ終わった。犬神終わった。ガマンモス終わった。バカズキンか。バカズキンは持ってたかな？汗っかき持ってますね。何回持ってます。何回と汗っかきとバカズキン。バカズキン持っとるはずなんやけど、どこにおるんやろな。何回。あれ、なんかおらへんぞ。なんかおらんな。違うデータおるんかな、なんかもしかしたら。ちょっと違うデータ多分なんかいますね。で、まあまあ、この中に、バカ頭巾が入るんか。あれ、ランクというよりは、種族で調べた方が早いね。ほら。バカ頭巾、バカ頭巾どこだい？バカ頭巾ちゃんどこだい？おったバカ頭巾、敵の攻撃が当たりにくくなる。結構こいつええやん。いましたね、バカ頭巾。じゃあな。名前、口臭いやからな。ごっつい名前やで。なにこれ？敵無駄人がガードをしなくなる？え、すげえこれ。めっちゃおもろいやん、こいつ。I'm crazy。結構おもろい技やな。お、こいつは持っとくけど。すんげえ、これ。クソじじい。これ使いたかったけどな。これで揃いましたね。バカ好きも揃ってます。汗っかきもいます、どっかに。間違いない。何回もいます。モンスターで言ったら全員おるんか。ああ、全員いますね、モンスターは。全員モンスター集まってます。あと装備ですね。装備。エンラのコンが3個いる。で、挑発コンも2個いる。で、我慢モスが2個いる。これで OK かな。エンラ3個と、挑発コン2個、我慢モス2個が、集まると、このサボらせるパーティーが完成します。まあ、これどれぐらいサボるのかってよくわかんないんで、正直なところ。まあ、なんとも言えないんですが、まあまあ、もし相手が仮にサボらなかったとしても、最低限ね、戦えるパーティー、不思議系で戦えるパーティーをちょっと組めるんじゃないかと思います。まあ、パーティー入れ替えるとこんな感じですね。待てよ。パーティーで言うと、まあまあまあ、こんな感じで、こんな感じかな？多分、ここに何回がいます。ここにね。何回がここにいて、この武士のとこに何回がいて、そして、汗っかきここにいます。あ、こうかな？見せた。こうですね。順番できたら。だから、ここでエンラはこう汗っかきここにいるんで、持ってるんで、この、犬神さんのあれが一気に加速します。これこっちでもいいかもな。まあ、何回はこれまた別の要因なんで、まあ、ここにいる感じで。こんな感じかな？うん。こんな感じですかね。おそらく。この犬神の必殺技で決めていくという、敵を滅ぼすというチームです。まあ、だから基本的には、まあ、パーティーとしてどこで戦うかって言ったら、まあ、この何回とこの我慢モスのところですね。ここでとりあえず耐えると。耐えとく。それかここですね。ここで耐える。で、やばそうなったらここ切り替えて、こっち側に切り替える。っていう感じだと思います、多分。で、こっちも結構耐久でガマモスがいるんで、ガマモス2体いるんで、まあ、ここで結構ね、多分耐久できると思うんですよね。まずここで仕掛けて、次山だったらこっちで仕掛けると。で、犬神、で、攻撃しながら行くと。そんな感じかなと思います。それでちょっと一回作ってみて、装備に整えて、さっき今日言ったパーティーですね。作ってみようと思います。まあ、もう一回言うと、まずパーティーですが、何回犬神。S ランクは何回犬神。で、A ランクにガマモス2体。で、B ランク以下に、汗っかきとバカ頭巾というパーティーです。で、装備品はまあ、さっき言ったように、まあ、何回はなし。で、汗っかきの方はエンラとガマモスのコン。そして、バカ頭巾はエンラ2個。まあ、これスピード、容器のスピード上げるやつですね。で、ガマモスは両方挑発コン。で、犬神にもガマモスのコンという。結構耐久パーティー。超耐久パーティーで、長期戦で持ち込んで勝つというパーティー。ちょっとこのパーティーでね、サボらせるパーティーでね、妖怪シーン目指してみたいなと、個人的に思ってるんで、これちょっと一回集めてみようと思います。はい、というわけでとりあえず今回は、特に何もしなかったんですけど、新しいパーティーを考えるというね、動画でした。次回。まあ、このコン集めですね、動画撮るかもしれないんですけど、そちらの方もぜひ見てほしいなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。